さあいよいよ男女ミックスベストメンバーの激突となりました。第12列の優勝戦メンバー向正面から早めのペースホーム側へ移ろうとしております。ムードレス制模様ですが、6番の寺田がなんとか内へと潜り込みを図っていきます。さあいち早く6番の寺田からホームが移ってまいりました。そして展示では唯一のダッシュつけた5番の大滝ですが、本番もこのままいきますと大外ということになっていきそうなムード。ターンマーク1番近くには1年2ヶ月ぶりの V へ燃える1番の岩崎枠番主張です。ボートレース玉川第20回 TVK カップ優勝戦、波乱の5日目くぐり抜けたベスト6、1コースには1番の岩崎よしみ、ここ1番さらに鋭いスタート見られるか人気です。2コースに入っていくのは2番の佐々木和信、同県岩崎の壁役に終わるつもりはさらさらなさそうです。期待の1人。3コースに入っていくのはターングリグリ来てます、3番の市村咲が入っていきました。そしてその後方ですが、6号手の寺田でしょうか、あるいは4号手の安田か、このあたり前後関係今のところここからは微妙ですが、4号手の安田雅彦が本番は4コーススローとなりそうです。実績はダントツ、オッズ注目です。そして本番は5コーススローで6番の寺田翔技巧派、サイアート本番もダッシュをつけて5番の大滝飛鳥が入っていきます。第12レースの優勝戦新体系インコースから1、2、3、4、6、ダッシュが5です。たのは3番の市村、気合の好スタート、1番の岩崎若干劣勢、1周の第1ターンマークインから1番岩崎逃げる、2番の佐々木が内を切り込んでいきますが抜けた抜けた、3番の市村が力強く外を攻めていきました。バックストレッチへ抜けていきまして、先頭3番の市村が玉川初乗りへ向かっていきます。スタートは前提正常、残りの5艇が混戦状態。さあこれから第2ターンマーク、2番手争いは5号手の大滝がインサイドを回していきまして、さらに打ち続く2号手の佐々木、真ん中をズバズバッと4号手安田に、さらに1号手の岩崎が突撃、ホームが戻ってまいりまして、現在も続く残り5手、激アツの2番手争いになっております。それを尻目にガンガン飛ばします。大量リードは3番の市村、2周第1ターンマークをクリア。そしてこの夕日の中、2号手の佐々木がくるっと第1ターンマーク先手、切り込んでくるのが4番の安田、続け6番の寺田と向こう正面抜けていきますが、現在の2番手争いは佐々木です。2号艇が1艇身のリード、そしてそこにへさきかかるかで4番の安田、その後方は2艇身から3艇身がいて、6号艇1号艇追走です。2号艇佐々木が必死に第2ターンマーク飛びついていきました。4号艇安田の前に立ちふだかるは6号艇の寺田、これをさばくことになった4番の安田は3番手争いの中に飲み込まれていきました。優勝戦は最終瞬間に入っていきます。3番2番飛び出して、今度は3番手争い、4号艇の安田が引っ張っています。最後の第1ターンマークへ向かっていきまして、4号艇安田の内側進路を取る1号艇岩崎が3番ターン、これに続く5番の大滝、まとめてさばく4号艇の安田、向こう正面へ抜けていきまして、4号艇の安田が3番手じりっとリードを作っていきますが、まだまだ1号艇岩崎、さらに5号艇の大滝が食らいついています。水準差上げたこのメモリアルプールで3号艇の市村が初 V へ向かっていきます。このトーチ初 V へ向かっていきます。3番手は5号艇の大滝回ってきますが、最後は切り込む4番安田、どうか。さあドラマティックな3番手の争い、先頭3番市村、玉川初 V、 ゴール2番の佐々木、ゴール3番手は5番の大滝に軍配、後方は4番安田、1番岩崎、6番の寺田とゴールインしていきました。以上第12レースの優勝戦でした。ボートレース玉川第20回 TVK カップ優勝はモーター35、そしてボート128、上艇は3号艇に上艇の市村選手でした。始まりました、市村選手が登場してまいりました。水準差上げました、このこれまさ玉川の水面で玉川初市村選手が登場、堂々のウィニングランです。優勝戦の一周リーチマークは1号艇岩崎を先取り、3番の市村咲がずっと潜っていきまして、一気の幕に決着ということになっていきました。道中は2番手争い、そしてその後の3番手争いも非常に混戦となっておりましたが、涼しく風を切っていきました。3番の市村咲選手、嬉しさ爆発といった感じです。絶対性の上大きく手を振る市村選手です。日本シリーズはターンが非常に、まあ、グリップかかっているというんでしょうか、こういう小回り使っていきました3番の市村選手、本番もこの優勝戦しっかりとまくり、勢いを乗せてのターンというような格好、一気にトップへ向かっていった印象的な展開でした。今年最初のシリーズとなっておりましたこの市村選手ですが、早速の優勝、今年初優勝ということになっております。通算では3回目の V、
そして追尾下げたこの高川も8分。次回ですが1月30日からのオートレース粉に参戦予定となっております。今年最初のシリーズ早速の V 決めて季節粉へと乗り込んでいきます石川選手、現在ウィングランを行っております。近くスタンド近くにはたくさんのファンのお客様さえまでお登りいただきまして、来ています。それに一つ一つ両手を上げ頭を下げ伝える市村選手です。非常に嬉しさが伝わってくるような笑顔をこぼれております。さあただいま京都水面では第20回キングケカップ制しました市村選手、レースに乗りましてファンの声援に応えています。この後ですがイーストスクエア風にて表彰式行われます。引き続きのご参加お待ちしております。今節もたくさんのご声援ありがとうございます。今節はどうですか、このモーターの感触というのは。モーターは、はい、全体的にいいです。いいですか、はい、もうじゃあ納得の仕上がりになってらっしゃいますか。そうですね、まあ、あとは12レースなんでやっぱしちょっと回ってきたりすると思うんで、そこの微調整をしっかり、はい、合わせていきたいと思います。スタートの見え方とかどうですか。まあ勘通りなんですけど、ちょっと自信がなくて いつも切ってしまってるので、なかなか全速では行ききれてないんですけど、まあ、優勝戦はしっかり行きたいです。はい、今日はね3号艇となりますけれども、はい、どういったレースしたいですか。はい、自分らしく最後まで精一杯走りたいと思います。はい、どうぞ応援よろしくお願いします。はい。